ここ止めとく、まだ大丈夫。始まってないけん。このまま止めとけばいいです。で、ここの喋りは今から入るんで。すみません、お待たせしました。あと点数の修正がやっとズレが終わったんで、とりあえず、とりあえずメンツをちいちゃから呼んでて。ちいちゃだれですか。お名前ごとなんです。ちいちゃだれ。まあ、見て。あ、ゆうやさん、ゆうやさん。ゆうやさん。あ、俺、うちね。ゆうや。で、なんは秋。なんは秋。ラッキーで、シャーチャーまたおさん、さあ、今日はうちの匠先生はシャーチャーで皆さん、じゃあ、マスオさん、チェマス、マス、チェリーダス、チェリーダマス、五番チーマス、来ましたか。で、対局開始、うん、オッケー。はい、あ、まだか、5分後ぐらいか、ここからとりあえず2局終わっての、じゃあ、ちょっと自己紹介をどこお願いします。え、もう入るんですか。いや、自己紹介しながら手配は元はい、よく気をつけてお願いします。というわけで、この3試合目の実況はレオと皆さん大丈夫、プニキです。プニキでお送りします。ウィズイチローさんです。たまにイチロー入りますお願いします。にらすきついチームがですか、さっき、しょうがないけど、しょうがないけど、イラスきついっていうかな、みんなハイパイがずるい。なんやねん、あの3巡目一発つも跳ねまん、高め跳ねまんつもとかもやって、それでも要はそこまで行ったんやけど、イチゴに倍満宝珠っていう、避けられあの6点オール見たらあんなリーチ打つわって。でもあれはしょうがないですね。もうしょうがないよ、全然悪いとかないよ、うん、でもなぜか着順だけラスラスっていう。奥さんがだいぶ辛そう。よかった、だいぶ辛い。あのバイマン黙られたらずるい。まあでもまだ4節目なんで。いや今日うちあと1試合しかないね。いやニラスきつい、しょうがないニラスやけどきつい。まあトップ取って、ちょっととりあえずブリッジに絶対トップだよって、取らんかったらお前しばくからなって言わないか。今回の対局はお休みですね。お休み、あと4試合目にブリッジが出たらうち出番ないけん。ああ、はあはあはあ、今日少ないんよ。なるほどなるほど。まあ今回でブリッジはあの先週4試合出さしたけん、うんうん、俺がおらんかったけん、うんうんうん、なんで今日1試合で勘弁しとってねって結局あの2番チーム3番チームにマークしとった2チームに逃げられる展開になっておけん、うんうんうん、あのね、ハルさんはね、落としときたかったんよ。なるほどなるほど。ハルさんに2連勝されて、あそこだってじいさまとまたぼうやろ、うんうん、だけどあの、ボッカトップの、うん、あの2番チーム、あ、白チームよりもむしろ3番チームの方にうちメタ張って、だから昨日も2試合3番チームと当たっておけん、うん、ま、俺も当たったんやけど、うん、まあ楽な伊藤ちゃんの方任せてもらって、はいはい、伊藤ちゃんじゃないところはうちの先生に任せてって感じで、加藤太郎先生にメンバー相手で相性を決めていくと、ある程度ね、まあ読みも入っとったけど、伊藤ちゃん使うなら多分後ろやろうと思って、うんうん、俺がそっちを飛ばしてもらったけん、伊藤選手も攻撃的な打ち手なんで、でなんかハーレムタクになってみんな面前交代という派が揃ったけんそしたら対策打てる分だけ僕楽よねっていう。確かに昨日のあのタックは結構攻撃的な、まあ揃っとったけん、あ、泣けば絶対先手取れると思いよったし、あのドラでも打ってくれる人数やったけん、まあドラ待ちでも臆せずに全然勝負できるっていう感じ、うん、あのデータが役に立ちましたっていうそうですね、あの曲はレオさんはすごい打ち回しが良くて、まあ、あのメンツじゃなかったらあの打ち方させてもらえてないし、ああもなってないよっていう、あの人読み成功っていうトップやったけん、でも内容としてはすごく良かった、まあ、あの リードしとったけん、あとは逃げるだけやったけん、まあ、もうちょっと本当はね、まっすぐ行っとけば高く上がれとるんやけど、まあかもしれないですけども、まあ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 、トップが偉いね、トップが偉いけん、とりあえずね、それでいうと2試合目1回だけやりそくなったんやけど、ね、うん、まあまあ、あのちっとイーシャンテンからドラドラ持っとってポンシャのはやりすぎましたいやー、キューピン山におったら簡単に出ると思うよったけん、ね、キューピンと今がすぐポンテン取れそうやったんや、ポンポンつってもうトイチーソー待ちかなんか、うん、チーソーかすっぴん残りそうやけど、まあそれでもいいやと思ってトイトイ仕掛けたらピンズ死ぬほど切れとんのにキューピン山に深すぎて、で親に4000オールって上がられて、うん、でまくられたけん、うんうん、あの曲だけ反省しとく。なるほどなるほど。それ以外はそんな悪いとこもなかったけん、うんうんうん、本当はもうちょっとあるんかもしれんけどね、
まあリードしょった件ちょっと安全に打っとうとこあったけど KLB の順位は、まあ、マイナス200ぐらいか。うん、なんかいや、なんかマイナス110ぐらいまで換算しとったんや、うん、80いったんかな昨日の段階ですね。で今日に先生が2ラス食らって、うん、まあきつってなって、まあ、しゃあない、どっちのラスもしょうがないもん、うん、みんな跳ねつぼ跳ねつぼ言われたら無理、リーチョーバイマン50とか知らんって言われて、まあ、最後の勝負手が上がれてたらまた違ったので、ね、チートに積もっとけば、ね、うん、あれは全然まくりやったけん、うんうん、まあ、ああいうの上がれてないしね、まあ一杯の巡り合いが、ね、いや、たくみさんつらかった、きますね。チームが今回はあの上位3チームじゃないですか、これ上位4チームになったんじゃないかな、かな、まあ、チェリードルフィンズがちょっとマイナスで4着目、まあ、4位か5位ぐらいなの でその以外が多分1、2、3、相変わらず揃ってで、ここで1位を取ると、うん、結構、まあ、1位取ったチームはちょっと楽になるかなで、ね、でチェリードルフィンズはこれ逆に言うと1位になると並びがちょっと見えてくる、まあとりあえず借金完済できるかなって感じ、うん、まあ、うちとあのあそこクラマギスープか、うんうん、が だいぶ大きめの3桁マイナス持っておき、うんうん、まあとはいえまだ M リーグルールの4節目途中ですからね、まあ10節あるけんって言われる、いやー今日せめてワントップは欲しいんやけどな、あ全然あるんじゃないですか、ね、トップを目指して打つからスカイヒロミン目指して打つかのチームもちろんあるんですけど、やっぱり M リーグルールはトップが偉いけんね、うん、トップを目指して点数持ってるところは2着でも全然不満ないけど、少しねビハインド背負ってるところはもう2着じゃ満足できんレベルやもんね、まあ、そうで、レギュレーション的に上位4チームを目指すんですっけ、うん、なんかそのカットライン4位をとりあえずターゲットラインに押さえとかないかんね、うんうんうん、それで言われるともうもっと1位が突っ走り抜けたらそれはそれで走ってもらってもっていうのは正直あるんやから、うんうん、まあ、トップラスで80ぐらい変わるので、うん、まあ、100着変わるかな、変わりますよね、うん、まあ、全然わかんないですよね、うん、まあ、300ポイントぐらいいけばちょっとちょっと安全距離になるって感じまあラス回してマイナスはだから200を、まあ、300はいきたくない、うんうん、今うちが200に突入してしまったね、せっかく200から戻ってきたよね、うん、また200台に戻されたけん、まあ、マイナスが大きくなるとちょっと仕方が苦しいですね、うん、いやでもそんなに変な打ち方してないというか、むしろ最善尽くしてあれやけどって感じでしゃあないわけだそれで言うと匠さんには悪いんやけど、俺はあえてここの頭のこっち入れることは入れたんやけど、うん、あのシャーチャー2連チャンやったけん、あのシャーチャー席が大嫌いやったけん、そうなんですね、めっちゃ印象悪いよ、僕はシャーチャー好きですねいやここの席のシャーチャー席本当に独特で俺と合わんじゃん、なんかこうだっていうのは激安にやけど、なんか俺の打ち方とは全然合ってくれなくて、まあ、このレギュレーションがあの時間制限あるので、まあ、シャーチャーペーチャーがちょっと不利かなと言い寄ったけど、言われつつある、あのまあ3節4節見たらペーチャー相当勝っとるよまあ昨日もだって俺ペーチャーでトップに2着やし、はいはいはい、ペーチャー2着の時シャーチャーの親に積もられて、はい、はい、じゃあ、トムさんです。どうぞ。トムさん直が、バレー行ったんで、こちらが再生始めます。加藤さんもペーチャーで撮ってました。そうそうそう。あれがでかかった。ん？エフェクトが動かなかった。何時間で？ああ、これでいいんですか？うん。あ、これ、リアルに置いてると。あー、なるほど、なるほど。で、音声が録音してるってことですか？そうそう。それでやるしかないですね。じゃあ、どんぐらいか。まあ、数十秒ぐらい。まあ、6個。2曲終わったぐらいでね、5分ぐらいないかな。バーっていきます。相当時間あるのこれ。あ、上がったとこ。次。あ、はい、はい。それの。もうちょいか。こっちもシャイチャロケ。ああ、そう。ちょっと。じゃあ、あ、これ。
マンゴーやんゆうやさんですね。事務紹介ね、お願いします。あ、来るんじゃないですか。あっきーなんちゃあっきー広そうやね。気になりしょってからね、金ワンか E ピンの選択やと思うけど、うん、あ、なるほどなるほど、 E1 チーから入ったんや。どういう、まあ、染めじゃない、チー、あ、なるほど、入力しないと、こちらではやらないといけないですね、うん、ここも歩くは走ってからちょっと見えるけど、ね、これドラなんですっけ、ドラがね、見えんじゃん。もう染めるの、もう染めてるよね、染めるかちゃんとって感じ。3つもう、きつかも、うん、まあ、どれかやけどな、ドラが見えん。白が表示ですかね、うん、初ですね、どれも持ってないか。ゆうやさん広そうやけどね、大きいですね、後継リャンシャン店かな。イーマンチ、いや、イーマンチあれ何って感じで、うん、でもまあ赤からちゃんと見るけど、まあ赤はとりあえずまだ残すかって感じ、うん、加藤さんが持ってましたね、うん、初を、うん、テンポパイ闇店感じそう、広いそう、マッキーから7出るね、かんチーソー、そう、あ、あ、これこれ、の、あ、違う、チーマンですね、チーマンか、足でちゃんと、ちゃんと、ちゃんとちゃんとか本一、パワープル切ってますからね、まあほぼ本一だね、うん、まあやめ気味から、要はあそこから泣いたね、うん、すごいですね、あの顔面から、絶対泣かんぜこれしばらくこの形でいいかな、うん、なんか、うん、う嬉しいスーピンやけど嬉しいっすね、遠いよね、ドラはもう取ってないか白チム入り、これ曲げる人遅いよね、うん、うん、ですね、親のリーチは痛いなりって、うんうん、お前らダブ買ってくれているんか、まあ僕も打ちますね、いねえだろって言いたくなるけどな、うん、むしろね、これで手作られるほどのビハンデメリットがでかそうな気がする。あ、そうですね、というのも、まあ、手代わり、嬉しい手代わりが1枚しかない、ウーマンの4枚と、まあ、総勢が伸びるかやけど、上がりのチーマンの4枚同じでしょっていう、そうね、ところでリーチ打つ方が多そうやけどね、うん、もういいけど、まあ赤ウーマン引いての手代わりとか、まあ、総勢の伸び見とんのかな、うん、ここは入りましたね。さあ、3対2の選択まあ、そうになりそうかな。あ、タイヤを見ても飛んではなく、うん、まあ、パンテンも取るし、リーチも取るよって、まあ、1枚スーソー切ってくっつけを見ると、あ、ちょ、待った2のタイヤの赤、タンツの赤、2000オール2000オールですね、リーチ打ってる人の方が恐れるね、うんうんうん、まあでも鋭い上がりですね、2000オール3分30分ですね、レンチャンで、うん、単一曲1本ば、またなんか手が良さそうですけど、そうね、チーマンかいいじゃないですか、チーマン入った、チーマン入って、ああ、そっちから打つんですね、なるほどね、対応の方にシフトしたんだ、俺は多分ヤンさんは払ってる、うんうんうん、あ、ま、どうですか、ヤンさんは、ヤンさんはに手かけそうかな、え、何切った今、イーマンですね、ああ、じゃあ多分今の普通に決める、うんうん、あ、分けて置いてあったけどさ、二度受けたっきり、はいはい、あ、ごめん、あの三増連増払うわ、まあ、何を打つっていうところがあるかな、ああ、まああるけど、どうせあそこの二度受けたっきりだから全然払っちゃいそう、まあ、まあ僕は選びづらいんで、さあ、このポス、さあ、これは多分嘘なんだろう、キッパソ、キッパソ切るかもしれない、連増払うがもうありますね、あるよね、お、うわぁ、二度受けですけども、まぁ、あ、全然いいですね、俺は二度受け絶対嫌いまいね、うん、これで後継いいシャンテン、僕も嫌いますけども、とはいえ、あれは全然強い、やんめいは強い、やんめい強い、あれ、スーピンから引けるほど若くないんだよ、シャンツを
でも一応60本の渡りとかも一応見たい。まあ赤ウソがあるのでなかなか好きにはならんと思うけどね。ならないですけど、ここの灰アンパーソッタか。うんうんうん、まあ、いいペーパーまで見る。いいシャンペーンですね、うん、そうですね、頭できた。カンパーマンリーチとかも全然ある。先花もありそうやね、うんうんうん、これキューピン切る人もいるんじゃないか。そうですね、全然、うん、まあ、そうできるよね。何万4万じゃあ10杯払いましょうか。じゃあ今度こそマンズの方に。そう、うん、まあ、トンからなければラッキーって、ね、うん、もう全部ポンチですね、うん、急走がもちもちになった時に実際マンズの変化の方がいいのか。うんうんうん、あ、ここはシャワーしてる。当然ブリッツかな。さあ、先切りと、うん、また、またイーマンネリアンメンチしてます。想像入っちゃった。まあ、でも暑いね。ここはもういつ春かですね。手出しすると。ああ、想像あんなあの形で本当に持ちたくない。二三五六六とかもう絶対よ。赤がある上に老僧先切りもありますね。なんなら二三から先に切りたい。もう五六六持っとこうがまだマシ。はいはい。2号で持ちたくないちゃんと。でかく、まあ、でもこれは目いっぱい持つかな。でも、うん、そもそもあの二度浮きを残さないもんね。はいはいはい、他のところに。そうそうそう、まあ、もうメンツを求める感じ、まあ、とはいえ2面ですからね。とはいえね、二度浮きの2面って俺2面と思ってないけん、うん、で、うん、まあまあそう打つのは二度浮き残すなら絶対赤があるけん、あのか、うん、もうろろ土底定が正解だと思うけど、うん、するなスリムのやつなら。まあ目いっぱいしなかったですね、あそこで。放送あブリッツ T シャツちょうだい。 T シャツちょうだい。 T シャツ T シャツね、そこにある。あれかい、金払ってないで。いくら378。あ、いいよ、ちょっと待って、まあ、生々しいやり取りが今。あ、ちょっとお釣り用意します。うん、後でいいよ。KLB は自分の T シャツを作ってますからね。お、入った。エンパイ。これはどうなった。嬉しい手代わりってパーソン。もう赤ウソなくなるかい。まあ、まあ、まあそうそう、うん、上がったか、まあ、親やからってことか。まあ、通送出て単品赤ドラ漫画が打点があるけんってことか。単品赤。まあでも E 層で上がったらまた違いますよね。うん、でも E 層でもごっぱり十分ってことや。年単品赤。じゃあ単品赤ドラっすね。単品赤ドラで1万2000円、うんうん、誰も泣いてないね。泣いてないですね。リーチが、入ってないか。ゆうやさんが、アッキーから。誰だろう、アッキーから。アッキーからですね。漫画、漫画痛いっすね、アッキーは。闇で1万2000で当たるの痛いよ。アンパイ結構持ってたゆえにちょっとショックな。うん、まあ、あの順目で親が黙ってくる両面でって思ってなかったよね。確かに、まあ、安全パイっぽいものの照らしが入ったので、うん、そうそう、警戒する可能性もありますけども、まあ、とはいえちょっと難しいですね。これはショーですよ、ショー。持った人おった。いや、どうだろう、見れて誰も持ってないんじゃないかな。あ、持ってないっぽいですね。あ、これはどうだろう。まあ、1、2、3の下の3色を見れてますね。この形はいいんですけどね、うん、さあ、まあ、チーピンに変わると。まあ、武蔵の方にスライドしたいから。でもこれも、これこそ嫌じゃないですか、うん、この三蔵の二度受けの。ねえ、いやいや、もう絶対あの辺さっさと払いたいけど、うん、まあ、ピンズの確定の E ピンの方から泣けたらチーするかもしれないですけど、ぐらいかな、うん、まあ、上手、まあ、いいシャンティングです、まあ、E ピンてっちやね。パーソーじゃない。安全でなんか嫌なリアンピンとか切るのもあるけど、うん、ありますね。
さあ難しい。これ何で切るんだろう、うん、まあまあ、おやおやおやですよ今のは。なんだこれ、三蔵引きそうやな。さあこれはセオリーパンはやけど、うん、55799、うんうん、チートイトも一応、うん、あったのはあったんですけど、これ数番飛ばしたいけどな、まあ、飛んでも、あ、なんかタイプ的にトーンはギリギリまで引っ張ってって感じに見えるうん、まあ場に切れてないんかな、まだ、うん、そう、ションパイやけん流れなのも嫌って感じで、で、アンパイ候補に残しと、うん、いらない、もう一杯か、もう一杯ね、シャー入れたないといけないから、そうそう、絶対こんな形になる、うん、シャー重ねてらポンズできますからね。これは受けに入れて嘘回り引っ付いたら頭を落としてね、うんうん、変わりますけども、これは変わる方を見たいかなって、うん、一応赤なんでですね、見たいですね、うん、一通が見えてきたね、見てきて789と、うん、どっちか三色と一通の同時性ってやつ、これ黄金のインシャンテントできたら、うん、コロチが見えると、これでコロチが見えんか、タニアオが見えるね、キューピッドと落としが見える、すごい、わお、シャンテン落とした、進みましたね、これ選択、まあそっちが妥当じゃないかな、うん、ベンチ EP の方がいらないよねってなっちゃう、うん、EP はどこですかっていう綿棒の心の声が聞こえそうで三蔵よりも先に EP が欲しいです、スーピンとかもやめてくれって感じですね、スーピンやってないですっていうね、うん、EP はもう薄いんじゃないですか、代わりに2枚飛ばされとうけんね、あやっとろ、スーマン来た、あーじゃあ一スピンそんなに良くないですね、まあ、これしょうがない、アッキーショック一応9ピンから、うん、またもうこういう1ピン引く気しかせん気になるんですけど、まだ2枚ありますからね、あんなサクッと持ってきそうで嫌なんですけど、あのワタボみんな持ってきますよね、面倒くさ9ピンじゃない、うん、そうですね、9、ああ先にもうチーズ、もうそうなんだ、うん、あ、これは取り返しましょう、ダバいそう、取り返しましょう、これどうするかですね、アッキーの顔ってどんな顔したの、万蔵を見かやめた、うん、お父さんこっから行かないイメージ、まあ一発はマスちゃんは9ピン切って嘘を回り切ってた時だけで作る、ユエさんも点数持っておきに行く気がしない、うん、あ、今度取りましたね、うん、チーム状況がまたまだ楽やけんね、なるほどなるほど、行く必要はないよね、うんうんうん、マスオさんが単野で張り返しますね、これはそうした時が勝負やね、うん、詰まったリズム1つレズミッツキーがリーチして、うん、何番2400か、日本馬かな、日本馬かな、日本馬、日本馬か、208391 208あとね、日本馬なんですか、日本馬、親が連チャンしたっけ、2連チャンしたよ、あ、そうなんですかね、アッキーから2回がやがいと、ああ、黙り積もったのと、そう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 、はいはいはい、アッキーから直撃やったけど、今2本目やった、アッキー直撃覚えてなかった、うん、これで2丸、まあ下が並びになったですね、うん、下は並んでると上が飛び抜けて、うん、まあそれはさ、ね、2000ゴールと1万2000上がった時、これレオさん、トンのうち的にトン番終わって何点持っときたいとかってあったりします、うん、目いっぱい、あ、なるほどなるほど、まあ、カンチャン、カンチャンラーメンかな、まあまだハイパイシャンから何切れました、さっきアッキー、うん、なんかね、トイツをほぐしたような気がした、上の三色を見てるのかな、アッキーは、トン重ねて、まあ、とりあえずにパーも、はいはい、まあ、トイツをほぐして1789、なんかちゃんと見てって感じかな、うん、ほぐしてって、まあ、MD グルーのちゃんとはちょっと嫌ですよね、でもあのハイパイもらったらさすがに寄せるかな、うん、まあ、見るかなって感じ、まあ、246目いっぱい、これはまあ買うピン誰が引くんですよ、おっと、あ、チートイツが見える、
ちゃペーチャっすね。まあ役役になったけん、トイトイ仕掛けてもいい。まあ本一見たいけどな。結構今、縦地を見た一打ですね。カンチャン、リャンカンにするか、リャンカンほぐすかの2択やけど、これはもう下敷きは難しいので、このスーピンでちょっと無理ですね。無理やり見るなら今の赤ウソギルぐらいやけど、昼中赤ウソやから見合わんよね。ならんすもんね。ここ面白いですね。点数持っとるけどね、まあトイトイでも全然仕掛けて、自敗ダブルバックやって仕掛けて攻撃的に行くもんやけど、キュウヤさんもどっちかちょっとそんなに攻めに振ってない感じやけん、あんまり仕掛けのそうなイメージない。ウユウさんのマージャン初めてこれで見ますね。残すね。まあ、なんか5、6、6、8が嫌いな、うんうん、まあ、ドラが赤ウープに引いてる時が、手出しにゃんびん。アッキーのあの形は不自由な形は払ってもいいやけどね。ゆっくたり構えても良さそうやったけど、やばいんやけどな、関数的にドストライク、E1 か嘘なんやけどね。はいはいはい。お、おじゃないか。おじゃない。これもイーシャンテンですからね。イーシャンテンはイーシャンテンやけど、まあ愚形になりますけども、イーシャンテンには見えてないな俺は。いや、残さないんだ。その前の嘘を切らないもんだ俺。うんうんうん、嘘を切ったゆえに、まあ、まあなるかって感じ。いやー、ユーハンどっから仕掛けるんだろうな。ユーハン仕掛けないまであるもんね。うんうん、なんかみんなまっすぐ入ってない感じじゃんもんね。579、アッキーの579っていう感じで、だから数層やろ。いやー、あ、うんうん、いや、成績って本当に見極めてたけど、おい、まあ、自敗というか払うですね。1、2、3見てる中かな。ちゃんとまで見てます。泣かないよね、ほら伝えるときに泣きそうにないもん、うん、あ、ちょ、泣けない。トントしようか。これが切るか、ちょっとあの、勘違いする。アッキーの赤ウソ付近の579の時はもう球切ってしまいそうですけどね。はっきりちゃんとやったら赤ウソ先に切るんやけど、ちゃんとありますね。まだ打点ないもんね。だからウーピンがドラなんですよね。ウーピンが打点見えだね。じゃあ赤ウソ切るまであるけど、赤ウソ切るんですか、パーマンを追加しますね。先切りしてね。いや、上がり目いっぱいならそれでもいいかな。まあ、でもウーピンはもう採用かな。さすがに採用なので、あの形の赤ウソって持ってきたくないよね。うん、うん、他も先に急走切りますもんね。まあそれは分かる、それは分かるけど、あ、カンロウソリーチね。うん、うん、リーチ、あ、そうそうそう、アッキーかな。うん、時間ウソ、まあどうぞ。また大先生がこのために残したの違うよ。うんうん、うん、さて、イーソーを切る、イーソーを一回保留して何使う。あ、まあ、もうやめるね。これはやめかな、もう苦しいっすね。まあ、ほぼベタリー、もう一人ベタリーか、ほぼ一人、ここだけだね。また棒が安全に行けるなら向かってくれと。うんうん、まだ手の中安牌っぽいところ残しておく。ただ打点もちょっと見合わないんで、渡辺さんやめそうですね。ここ勘違いそうやけど、まあまだ粘れる、ゆうやさんが粘るかなと、渡辺が粘れるかなって感じだね。ねえ、おっ、いいシャンテン、ポンテン取れますよ。あれ残ってるか見えないけど、一枚はありそう。お、一枚できたけどもちょっと。いや、まあまあ、テンパったら、テンパったら勝負じゃない。そうですね。チーテンに入れるのかは。チーテンまではいかんかな。まあ、面前で張ったらって感じ。ペイはトーン2枚ここで落とすのはションパイやけどありかな。うん。でも赤ウーピンですからね。これドラドラドラ。ドラドラやけんね。ちょっと痛いよね。とはいえ、とはいえきついかな。うん。まあでも、まっすぐ来そう。
ね、ソロズリーチがナイスリーチやったよ。追いましょう。下ろされたね。うん、でこれペイもペイとトンでダブルバックもいけると。うん、牛屋さん。これいいシャンテンですもんね。これでやめになるかな。うん、うん。お二人いいシャンテンもそう。押すならパワーピンやけど押さないじゃない。うん、ペイ切って落とすって感じ。酸素通じになった。うん、まあ、多分ちょっとだけ行きやすくなった。酸素合わせてテンパイ取れるんだなって感じかなですね。今、まあ、残した、まあくまでそれじゃ行く気持ちないってことか。まあ、マスちゃんはやめてる。ポップアップに重なったけどちょっときついか。急須を切れるか。うん、でもう一枚ペイやけん、うん、これも安全にテンパイやしてテンポ取りたいけど順番あ、またもう3色のテンパイ完了マン完了。まあ安全にいけそうできますね。2人テンパイ濃厚かな。またもう変な配置確認は大丈夫。いや、3色が切れた。まだポンがあるか。ポンはしたっけ。変なの引いた。ロービンはでもまあ最後は止まってる。チーした。え、ジュヤさんに入って回したのか。うん、ペイやった。ペイやった。二人転敗。ユーエマソがフールか。うん、で、アッキーとワタボか。うん、あ、ワタボがないだよ。ワタボもないだよ。とボ、はマソも三枚でしょ。さよ、ユーヤさんに入って回して。うん、男もその泣いたと。うん、頭はなんで泣いて三色天敗やけん。うん、入局で秋夫と天敗は渡郎とロビアンだ。うん、へえ。うん、223であったね。193ここあったないか。え、あったあった198秋198だったよ。なんであったないよ。え、あったあったあったんか。うん、はい、でそのままは、何が198か、うん、3着1本馬ドラはドラが追いつかんじゃん。ドラなんだ。ドラが追いつかんじゃん。想像がある。赤ウソが売れピー両冠が始まる。あ、こうなった。これも形良くなりましたね。めっちゃ広、はい、ウーマンか。まあこれは一回採用。ドラウーマン、うまっ。急走残す。ギャンワン切るかな。うん、ギャンワンよね。うん、本質をかなり見てますね。一杯どっちか重なってなかったんやけどね。ユーピン残すんだ。後ろは当然も入る、ね。まあまあまあ、残すか。さあ、これ、ね、どっち切るかは好みで分かれる。マンズ見せてるのかね。なんか秋マンズ切りたそう。もうドラがウーマンなだけに、ちょっとローマンはちょっと残した。そういうことでね。こいつにだいぶ色気があったことやけど、とりあえずちょっと様子見って感じ、ね。うん、まあ、いいピン切って、少し滑りにして。うん、まあ、何をなこうかな、どうかな、考えながら。何を引いた。あ、リャンワン先切りそう。良くなりましたね、形が。急走は。うん、そうですね。あ、このまま採用したいですね。採用だね。パワーワンキャン。そう、泣くんかな。おっと、これは急走パスはありやけどね。うん、一睡は急走ウーソーかな。いや、60%見る。60%の、あ、そうか、そうか、オロチじゃないから、60%、うん、まあまあ、5から入ったらちょっとリーチ打つかどうか微妙って、うんうん、まあ、直手側に見てもいいって感じ。そうですけどね、このローピン残すもありやけどね。うん、うん、くっつきましょう。くっつけを見るよ、見たいよね。うん、3万はさすがに持てんか。これはちょっと厳しいですね。うん、さあ、ゴロチの辺、どっちも見たい。じゃあ何切れよって。どっちも見たい。でもやっぱあのドラなだけにゴロチの方見たいかなっていうのは。じゃあ8下がる。うん、3リャン落とすのがちょっとやりすぎに見えるもんね。うん、まあでもこれが広いんか。ただ、うん、これが一番広い。そこはメンツ選択せずに3万2万できる人もいそうかなって。
ああ、そうなんですよ。でもこれだとウッパーソーでも、うん、じゃあウッパーマン、なんだウッパーマン、ウッパーピンでテンパイを取れると。3番から切ってるとわけわからんことになったね。何で切るんだ。これパワーピン切るのがヒロインかな。まあ、5、6、7固定。まあ多分、ま、一緒一緒か。ほぼ一緒。ただあの伸びの変化を考えるならあのピンズ様な4連休様なの方がいいって。固定した量3万ギ。うん。ウッパーピンテンパイ。3万ギリか。うん。全然あるかなと思えて。横伸びを見る。そうそう。ですね、連続系は触りたくないって感じ。あ、捕まった。おお。うわ、エロい。上手。上手だけど。ヤンワンスチーマーになっちゃったね。うん、ピンズの場合。そう、残してこれね、ヤンワン切る人もいるよ。いや。だって考えるってことはそうじゃん。まあ、さすがに打つか。なんか今リャンマン切りたそうやってるけど当たるんだよ。うん、でもあれだと3色崩れますからね。でもあのピンズの4連休残したってことはそっちに伸ばしたいやったね。うん、そっちで固執してもよかったのかな。で、ゆうやさんの上がりか。これはちょっと当たれます。そうさんと検証の一覧ですね。ゆうやさんチームメイトなんで。これリーチ入らんのか。うん、ゆうやさんがなんていうのがやったの。ごめんなさいね。まさか1万7000だったっけ。1万7000 20002000点の1本か。2000点の1000。泣いとったらす。はい。あ、泣きよね。泣いてますね。違う。ここか。うん。の2000点か。うん、誰かのあれ。違う。そこか。バスちゃんから。にゃんはん。にゃんはんかべるのか。うん。にゃんはんさん。2000点は2300。1万7000。うん、OK。はーい。そう、フードリスとかも入れてるんで、うん、トン三曲、親はあれか、渡郷か。まあ、みんななんかあんこがボツボツある感じやね。うんうんうん、9番はいいね。まとまってますね。うん、渡郷が一番やっぱりまで見える。うんうんうん、ここが三トイツ、ここはあんこで三トイツ、もういいね、4トイツ、チートイツいいシャンテン。ここもいい。ドラによってはなきたね。ドラ何やった？ドラはトンか。トン？なんか持ってなかった。誰か持ってなかった。ここに1枚。ない。ローソーを引いたらまあ考えんでいいけど。あ、ここトイツ。ここも絶対行くね。もう全部。全部行くよ。ダブルバックやしね。トンバックで。9番からかな、さすがに。うんうんうん、こいつまでは見ない。手間かペイですね。うん、あっ、3番、こうピンズがちょっとまだ時間かかりそうだね。おっと、あ、9分切るんや。むずっ。シャア切る人もいそうやもんね。何しろベンチーソーが埋まりました。じゃあ9番やね。メンパイの数番切る人もおるけど、ダブルバック。うわ、いや、あそこのテンパイ外す、俺はしない。シャンテンス戻す、俺はしない。頭変化を見てもいいけど、残る範囲端端やったやろ。うん、あんまり手配変化なさそうだけど、じゃあ素直にカンチャン取るけどね。端端というより、まあ地配か。うん、残った範囲がさ、うん、これは打たない。まあそうですね、ラーメンもな、完全に。チーピン、ツーピン、どっちか切りたい。そう、これでカンパンワンテンパイ。なんか一緒な感覚あるんですけどね、ランゾーって感じだったとか。うん、あんまりメリットないよね。うん、でもこれか、まあパーマン結構良さそう。まあでもソーズが結構、そうそう、あれか、ランゾーが結構切られたのかな。1枚切れだったのかな、かな、2枚切れ。ランゾー、あ、そうっすね、ランゾーが2枚切れぐらいだって3枚になってますね。うん、
これパッピン切る人もいそうやけど、パンパーマの方が全然いいですね。中古とか、うんうん、バキを見たってことね。そうそうそう、皮を覆い越えてなかった。で、パッキーがないとか、うん、これ縦重なりしたらどうするんやろね。シャンポンに向けるんかな。縦重なったら打点は上がるけどな。間違いはちょっと狭いけど。ああ、なるほど、うん、あ、いた。ワンワンローソーテンパイ、ゆうやさんってチート意味いっぱいにしたくなるもんね、うん、まあここはもしばらくこれで、うん、パンパン動かんやろね。これパーマン結構いいんすよね。あ、ドラ引いちゃったわ多分。どのドラ泣かれてますからね、うん、そうも泣いてるんかな。気持ち悪いね。自分で6枚持っとるすし。ああ。もうやめやめた。一旦自敗じゃないんだ。もうやめる。あそこの椅子チームはどれも選べんって感じ。ここが行きますね。なんかぶくれで入ってスチーマン。あ、このチーマン出る。そうも泣いてるか、うん。このチーマンロンって言われ。まあ、ラーメンに取るかな。取れば助かるけどね。うん、取らない理由は何だ。ローワンとチーラの安全だよ。うん、ビーチ入ってないでしょ。でももうなんか風呂が入ってるし、うん、まあまあそうですね。ハッキーにどっちが安全かですね。まあ多分コソッと入ってるし、ね、三色変化見てるんか。いや、もうダマであのまま上がりたいって感じの。リーチってダメ立ちすぎやん。親番か。うん。上がりラム。まだシャーキなんですね。うん。そろそろシャーキにそうやってしまった。そうですよね。まあ、いたもんね。グッドさん。トンドラちゃん。発見。まあ、でも、カンパンは残しは見事だったね。俺はあれ残せてないわ。まあ、よっぽどが、想像の場所が悪かったね。うん、結構悪かったですね。ヤンゾーがね、うん、2枚切りだったんかな、うん、ちょっとあんま覚えてないですけど、で、うん、結局3枚見えたんですもんね最終的に。で、何やってなかったけん、これで正解ってことか。麻生さんが残りの1枚打ったんかな、うん、無限ってなったらね結局パーマン俺のやつ正解やんっていう。くれて始まったんでちょっとあれなんですよ。時間かかった、うん。あ、2曲ぐらいじゃない現場の方は。あ、仕事中ね。いや、ちょっと仕事じゃないんですけど。というわけで、相方、春くんです。変わりました、春です。よろしくお願いします。ちょっとチームメイトが打ってるんで、こっちで見てて嬉しいです。うん、めっちゃ市場入った応援ばっかりする。あ、いやいやいや。たくみさん上がるために喜びやったゆうやさんが一番早そうやけど、アッキーはお休みっぽい。ここはカンちゃん、ま、ペンちゃん、ま、あ、どうする。難しいですね。ドラは僕はペンチピン払う。もう外します。多分この順目だと、うん、おっと数万切る人もローソー切る人もいるかな。うん、そうですね。まあ、ローソー、うん、ロッキーワンのベタンでいいって見るよね。一、うん、つ断面埋まりました。何を多分切らないタイプやけん、うん、1万パンパイ、ローピン3ピンって打つタイプに見えてるけど、まあ3ピンからね、うんうん、そう打ちそう。手堅いですね。手堅く打つ人はそう打つっていう、うん、まあまあ、結構なんかそっちで打つタイプの人が多いっちゃう、うん、クマさんとか、はい、三尾さんもそっち側やったかな、うん、あ、三尾さん違うか。あ、点数持ってるトップ名ですしね、はい、なんか安全に打ちたい。この状況だと、あ、そっか、これこっちもじゃないですけどね、うん、数番切る。そうですね、うん、まあ、9番から切りたいかな。やめやめんちゃく、まあ、
ノベタン2つで見たいかな、カンチャン、カンウーアン重視するよりって思っちゃう。どっちにしろ9、6、9どっちの選択ができないんで、俺は数番切る。まあ、3色の色気見るなら9番切るもありやけど、あ、タンヤオとかも見てるってことね。数番伸びてもいいって、そっちがチーパンは落とすね。そうですね。ただ、2ピン、3ピンのところはですね、E ピン引くと結局そうなる系ですね。だから悩ましいですね。ノベタンとアリアンメン残しそうかなって感じ。まあ数番切るのはそうですね。2、3、5、6、6。ウッパーピン引きたいね。引きたいですね。まあインシャンテン、ランメランメ、じゃあランピンから入れやと思ってるから、ね。うわ。まあワタポンのこれで持ちたくない。まあいいそうか。そうですね。リピン落とすかとか考えたくない。ああ、ずる、ずる、ずる、勝手に高くなるよ。まあまあ、また棒やっけ。じゃあ、ペンちゃんか飛んだすか。3号屋ですね。うん、飛んだすよね。飛んだすですね。あっき、おたおた。タオタはさっさと切り飛ばしたいんだけどな。チッパッとすんどローピン切って、うん、ギャンシャンテンみたいなインシャンテンですね。あー、ドラ引いたよ、ずるいよ。しかも闇テンだよ、フィニフドラドラをもうやだよ。いやー、ドラたいっすね。トップ目はやるとね、追っかける方大変なんよ。もういっそのことで2丁言ってくれって思うよ。これ違うんすよね。うまかった。ウーランからやと当たっちゃうんだなぁ。フィニフドラドラ、どうやっていいの。あ、そこ押せる。アタボから3か、アタボが1、4、4、4、2、8。 OK、 はい、何入れです。何入れです。あれ、あ、マスチャの手が良さそうに見える。そうでもない、赤が張って頭のトーン、うん、ユーヤさんはあんま良くないです。まあ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 、まあ点数も持ってるし、まあ、はい、形にはなりそうな感じ。ハッキーさんは、まあ、赤いピン嬉しそうなんで、うん、嬉しいですね。そう、悪くないですね。なんかやっぱ5枚の差数、もっとその全力応援でいいのよ。ちょっと目についてきた。そうですね、ちょっとお父さんに一割りお願いしたい。そうですね。僕としては3着4着がセットだけどね。はい、ちょっと抜け出しときたいところだけど、うんうん、いや最初後ろで見てて、あのアッキーさんが親に12,000円打ってたんで、おこれはって思ったんですけど、やっぱさすがのあの漫画漫画で、そう、おかしいやろ。はい、あのパス、ね、あの A リーグも同じ打ち方しておけん。アッキーってこういうキャラなんよ、はい、あの北条行ってもらってガンガン攻めてくるけん、あのおとなしくしとったらね、アッキーの一人舞台になっちゃう。MTL で、あの、上谷さんがこんな感じで、うん、やられてもいい件取りに行くって感じで、強気なストーリーなのに、まあ、今回、今節恨めまくったけど、うん、あれ、タイトル取れる打ち方しておけん、めっちゃ攻めっ気の強い、うん、あれ、クラスに出れば自分が全然逆の設定だったって感じだね。だけど、MVP 一回取れたって思ったわけ、うん、まあ、ね、今はドブラメンでたけどね、こっちは。珍しく降りて違うのって、スッタン刺さるとか、あんたのマジで、50年に一遍とか言われたけど、そのレベルの自分やもんね、あれは。9番短期にしか当たらないやつですね。そう、で、9番に切って、ね、スナンコ短期ですって、マジですかって言われる。どんだけ持ってないですかって言われるけど。お父さん嬉しい3分に行きました。うん、強い。ここを引けるのがやっぱ、来てますよね。さあ、メンツ選択しない。ここは目いっぱい持った。いっぱい持ちましたね。珍しいね。どっちかっていうと、なんか安全にトーン残しそうなイメージで、ね、点数持ってるし。親分やけん、もう、とどめさせたろうってことが。なんか、三半、親の手、三半から漫談が見えそうな手やね。この手上がりきって。うん、もう、ダマで上がってたか確定させに行こうか。うわぁ。ダマ手順になりそうかな。なりそうですね。レアンワンかな。
タイヤを、ね、固定するならつもぎりもありやけど、うん、普通はリハマーそういうね、リフ確定するうわー、すごいドリンだ強い、あーすごい急走カチュン、キーさん引きました、急走カチュン、急走カチュン、急走カチュン、先決めやると思った、やると思った、ね、俺はやらんけど俺僕もできないですね、ね、あの決め打ちしてくれんよ、バテン必要って見てるよね、うん、まあ、4万2000の部屋トップメンバーおるけんね、ブリーツ頑張ってね、チーマン切りそうやないらね、腕の頭やろさっさとチーマン切りたいけど、まあ、ハクちゃんどっちのコスパしようやったか、決めるんや、まあまあまあそっか、先急走で良くないって思っちゃうよね、うん、あ、まあ先ですね、じゃ自敗2枚残すくらいなら急走残さんのやったら分かるけど、うん、先に急走切って、あー、自敗残すんだろうかな、強っ、強いですね、まあ、カンプチッソ嫌うかどうか、親やし嫌いそうやけど、そうですね、まあ、ピンフ、ピンフ、ピンフコマックスも持ってますし、にゃんめんにゃんめんでですね、今まで1回上がるぐらいは大丈夫、そうそう、でもそれでも十分決め手になりそうやもん、はい、うん、1500でも十分、1500にはならんかな、あ、高め一平方ですね、高め一平方、頭ちょうだい、進んでほしいですけど進まないですね、あー痛い、ロピー痛い、頭なくなる、割とプロは少ないですね、たまたまこの曲だけ、この曲だけだと思うけどね、あー、まあ、頭欲しいんでベンズオーバーしてほしい、一番払うが全然悪い、そうそう、なかなか進まないですね、トーンはおたかついなしね、仕掛けもできんけど、嘘ギリギリまで俺まだ引っ張るかな、うん、泥が小さそうなんで、そうそう、引っ張りたいと思いますよね、ああ、でもローソーは結構切れてるんだ、ハクチュン切りたいけどね、微妙な、いやこれはここリーチなんですね、うん、結構親のリーチを偉いやろうって一番リーチは聞いてましたね、あ、そうですね、リーチは、まあ打点足りてないじゃん、サルファンからって感じ、ドラ1枚やったら黙ってもいいや、高めにペーボンやだって感じ、あ、なんか、なんか悪いことしてすごい、すごい時だよなんか悪いことしてるあれ、秋が、秋が、あ、リーチですね、あ、チーズケーキリーチにあってるんですか、いや、全然変わってないですか、そう、忘れてしまいそうな、いやいやいや、あ、打ちづらい、今は毎回の遅さですから、なんか中盤テンパイ大変な、そこでこれ、ね、バーマン優勝に見えるけどね、うん、ですね、そうですね、ま、全く手が伸びてないもん、マッキー何番？3番です、そんな素もないトンポンから入りそうやね、3色固定、うん、まあ、白ってチュンはションパイやけど打ちづらい、まあ、チュン短期まで構想に入れるかな、先輩、先輩ですね、一応はね、トン、うん、3ピン払えばテンパイやけど、3ピン筋なってるよ、3ピンやめた、そう、
まあ、自分たちが印象というか、そのずっと足がもう一番払ってるとかね。一緒にパワーに見えた。全体が一気に見えないのでちょっと難しいですね、うん、何が何枚切れてるっていうのもなかなかですね。おいちゃんも年だけ覚えてやばい。先輩返した。パーピン先輩ですね。パーピンにできるツモバのない、なさそうやね。なさそうですかね。1万5000点持ちにビサの3着目取った。いや取ってないですね。取ってない、はい、取ってない。ドラウタネが入ったもんね、うん。アッキーが、あ、そうそう、アッキーさん、フード、まあまあ、中盤切ってやめですか。張り返した、張り返した。ボーが取るね。そうですね。うん、二人転敗。トボーさん、うん、アッキーさん、うん、いやじゃない、ゆえさん、うん、の二人転敗。うん、あちゃあちゃ。ここ。消極をして、大体流局。ワタボー。ああ、もう一人じゃなかった。ワタボーさんだけで。うん、あ、ゆえさん。リーチは絶対入るね。ああ、そういうことか。オッケー。はい、で、トン一局には、あ、ない局二本馬。ドラガペイですね。ゆうやさんの連チャン。携帯さえ起動してるんですか。さんいいですね。大元殿は嬉しい。嬉しい理由は。タニオン。うん、タニオンに行きたいですね。ドラガペイ。ペイは持ってなさそうですね。誰もいない、ね。一人。あ、ワタボだけか。まあ、急速つまり。もういいそうですね。あ、うん、あ、疲れた。ワタボさん、今日対局予定はレオさん。ないよ。あ、ないんですか。応援に来ただけだ。秋夜中ね。あ。チュンバック。武蔵ある？赤は持ってるけど、うん、なかなか形がこう、うまい具合にこれ難しいね。できてないですね。まあ、単にあるじゃん。切り前ね。バッキーすげえね、あそこからポイントまで見切る。まあ、バッカーの中からもらう切り前に、うん、3ピンとかウーピン引いた時に見るかどうかって感じか。うん、あ、これ6球ピン捕まった。あ、そっか。ペイ切ればギリギリ助かる道がある。うん、でチーピン入ってすっきり助かる。結構厳しく見えますね。あ、でもこのローピンも浮いてるがまだ切らなそうですね。まあ、9万9層って切りそうよ。キューピン選ばれそう。キューピン選ばれそうですね。僕多分キューピン選びますね。つむぎりしか助かる道がない。おお、ソンピン助かった。ソンピン助かりました。そう、マスオさんがなかなか思いに進まないですね。ドラのペイが全然で、あ、ここでローピンが打たれてアッキーさんが上がりになりました。ゆうやさんから、うん、チュンのみ、チュンのみの先手、そういうのもしれない先手ね。うん、86、アッキーさんが流して、うん、あ、今ので時間打ち切れ、今で終わりですね。はい、はい、で、トップからゆうやさん、アッキー、ワタボを、マスちゃん、
以上となりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここ止めていいと止め方がわからん。これ切ればいいかな。